東京大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領手話動画解説版 用語集、この動画でよく用いられる手話表現を紹介します障害者・差別解消法対応要領。 障害者雇用促進法差別義務 配慮不当な差別的取り扱い。 合理的配慮の提供合理的配慮をしない はじめに私が学生だった頃学生宿舎の入居を申し込んだ時に職員が書類を見て私が老であることに気づくともし火事や津波地震などの災害が起きた場合どうするのか申し訳ありませんが 聴覚障害者はお断りしますと言って受け付けてくれませんでしたすっかり肩を落としてしまいました窓口で「私はろうなので筆算でお願いします」と繰り返し頼んでいるのに口頭での説明しかありませんでした 障害者差別解消法とは平成28年4月に障害者差別解消法が施行されましたこの法律の目的は障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を作ることですこの法律では 主に二つのことを定めています。一つは、障害を理由に差別的取り扱いをしてはいけないこと。もう一つは、社会的障壁を取り除くために、合理的配慮をすることです。東京大学は公的な機関なので、この二つを守る義務があります。また、次に話す対応要領を作成することも、公的な機関の義務となっています。 東京大学の対応要領とは対応要領とは障害者差別解消法を守るために東京大学の教員職員一人一人が理解しておく必要があることをまとめた規則です。 この動画は対応要領の主な内容を手話でわかりやすく説明するものです対応要領の対象となる人は東京大学に在籍する障害のある学生をはじめ東京大学が サービスを提供する障害のある人たちすべてです。東京大学で働く障害のある人の場合は、障害のある教職員の差別を解消するための法律として、障害者雇用促進法があり、これに基づいて行われます。 差別とは対応要領は一人一人の教員職員に障害のある人に対する差別を禁止しています差別とは次の 二つのことを指します。一つは、不当な差別的取り扱い。先ほどの事例で、学生宿舎の入居を申し込んだが、職員から、聴覚障害の方は入居できない。 火事の時はどうするのかと断られたというのがこれに該当しますもう一つは合理的配慮をしないこと先ほどの事例で筆談を頼んだけれども 口頭の説明だけだったというのがこれに該当しますこの二つを差別としています不当な差別的取り扱いとは 皆さんがしてはいけない不当な差別的取り扱いとはどのようなことでしょうか例を3つお伝えします例1は視覚障害の例です視覚障害のある受験生から東京大学の入試を受けたいと申し出があったが問題を読むための 展示を用意できない、という理由で受験を断った。例2は聴覚障害の例です。聴覚障害のある学生から宿舎の入居申し込みがあったが、火災の時に放置機などの音に気づかず、逃げ遅れてしまう。 という理由で入居を断ったそれでは2人による寸劇がありますのでご覧くださいこんにちははい えーと、学生宿舎の入居申し込みですね。今確認します。あー、聴覚障害をお持ちなんですね。でしたら、入居はお断りしております。えー、でも、こちらでは対応できないんです。火事の時とか逃げられなくて困りますから。はい、お断りしているんです。そう言われましても。 はい、レレイイさんは車のレイです東京大学で開催されるシンポジウムに車椅子利用者から参加申し込みがあったが会場には車椅子に必要な広い通路などアクセス可能な経路がなく 階段しかないため来場が困難だという理由で参加を断った。このように、障害がある人に対して提供しているサービス等の利用を断り、障害のない人には利用を許可するという、両者で違った対応をすることを 不当な差別的取り扱いと言います。対応要領では一人一人の職員、教員にこれを禁止しています。合理的配慮をしないこととは 皆さんがしてはいけない合理的配慮をしないこととはどういったことでしょうか例を3つお伝えします例1定期試験の時に学生から聴覚障害があるので注意事項は板書してほしいと伝えられていたのに実際は音声での説明しかなかった それでは試験に関する注意事項を読み上げます。机の右上に学生証を置いて受験してください。学生証、筆記用具以外のものはカバンにしまい、カバンは机の下に置いてください。 携帯電話やスマートフォンは電源を切ってカバンにしまってください。机の上に出したり身につけていたりした場合は不正行為とみなすこともあります。試験開始後、少なくとも30分を経過しなければ体質を許可できません。2> 例2窓口で書類の書き方を尋ねられたとき 筆談でお願いしますと繰り返し頼まれたのに口頭での説明しかしなかったここに学生証番号の下の10桁を記入してください。 ここに学生証番号の下の下桁を記入してください。例3、東京大学主催のシンポジウムに参加する聴覚障害のある人から手話通訳をつけてほしいと頼まれたが、実際は用意しなかった。 ただいまから現代日本外交の中でも特に現政権におけるパブリックディプロマシーについて講演させていただきますパブリックディプロマシーとは政府が国際社会の使命に直接働きかけることによって自国のこのように障害のない人とある人では 受け取る情報やできることには実際に差がありますその差を埋めるための配慮には例えば聴覚障害者のためには手話通訳や字幕があれば情報がわかります視覚障害者のためには 資料を準備する際に、展示や拡大文字を用いて作成すれば、読みやすくよくわかります。また、歩道に誘導ブロックを付設すれば、視覚障害者が通行しやすくなります。 車いす利用者のためには段差をなくしたり教室にある障害物を移動させておけば車いすが通りやすくなります建物にエレベーターがなければ取り付けることで 上の階へ行きやすくなります。知的障害者のためには丁寧に説明します。例えば書いてある内容を口頭でわかりやすく説明するなど。このような差を埋めるための配慮を合理的配慮と。 言います対応要領では皆さん一人一人の教員職員が障害のある人に対し合理的配慮をしないことが差別とみなされますただし障害のある人からあらかじめ配慮の希望を伝えてもらう必要があります 伝えられたのに断った場合は差別とみなされます対応要領を守る必要がある人とは対応要領を守る必要がある人は東京大学のすべての 教員・職員職ですすべての教員職員は不当な差別的取扱いをしないことと合理的配慮を提供することのどちらも義務付けられています終わりに 東京大学のすべての教員、職員は、この対応要領に基づいて、これからもこのような取り組みを続けていきます。ご意見等がありましたら、ぜひお寄せください。